はい、皆さんこんにちは。トーイック対策毛牛チャンネル制作者のジェットブルです。今回紹介するトーイック品質単語は語尾があるの名詞です。普通語尾があるって言ったら形容詞じゃないですか。ナチュラル自然な、エデュケーショナル教育的な、インターナショナル国際的な、アディショナル追加のとか、まあ上げていくとキリがないですよね。で、語尾のあるをヒントにパート5の品質問題って解けたりします。例えば問題文の空欄前後が an 空欄 fee、 選択肢に add、 addition、 additional、 additionally ってなってたとします。 fee というのは料金という名詞なんですが、空欄にはフィーがどんなフィーなのかを表す形容詞が入ります。で、どれが形容詞ってなった時に、語尾が OW になってる additional が形容詞だ、これが正解みたいに考える人って多いと思うんですよね。ちなみに additional っていうのは追加のという意味で、 an additional fee っていうのは追加料金のことです。語尾が OW の単語は形容詞、これをヒントに品詞問題って解けたりします。でも実は語尾が OW の名詞も品詞問題に登場することがあるんですよ。あるだけに、そういう名詞が品詞問題に登場することがあります。そういう単語を知っておかないと、これは形容詞だって勘違いして不正解を選んでしまうので、今回のこの動画で語尾が OW の名詞を一気に覚えてしまいましょう。今回見ていく単語は7個です。Approval、承認、Removal、除去、Disposal、処分、Proposal、提案、Arrival、到着、Referral、紹介、Renewal、更新、このあたりが品詞問題で出ます。ちなみに今回紹介する単語以外にも語尾が OW の名詞っていうのは実は結構たくさんあります。例えばアニマル、動物とかですね。いや、ほんと結構あるんですよ。まあ、でも TOEIC のパート5の品詞問題でアニマルって出ないですよね。今回紹介するのはパート5の品詞問題で登場する単語だけに絞っています。まず1つ目、 Approval、 承認、 Receive Approval from a Manager、 マネージャー、部長から承認を受ける、 Receive Approval from a Manager みたいに使います。ちなみにこの逆で Disapproval、 不承認というのもありますね。これも名詞です。 Approval の動詞形は Approve、 承認する。 Disapproval の動詞形は Disapprove、 認めないですね。次、 Removal、 除去、 Removal、 この動詞形ってわかりますかね。そう、 Remove、 取り除くですよね。次、 Disposal、 処分、 Disposal、 Waste Disposal、 ゴミの処分、廃棄物の処理みたいな。 Disposal の動詞形は Dispose、 処分するです。次、これがもしかしたら今回の単語の中で一番出るかもしれません。 Proposal、 提案、 Proposal、 Submit a Proposal、 提案書を提出するみたいに使いますね。あとさっきの Approval、 承認と合わせて An Approval of a Proposal、 提案の承認みたいなことも言えますね。 Proposal の動詞形は Propose、 提案するです。さて、ここまでの単語 Approval、 Removal、 Disposal、 Proposal、 それぞれ動詞形が Approve、Remove、 Dispose、 Propose なんですけど、なんとなく語尾が似てませんか。全部 O、 子音 E になってますよね。しかも全部語尾の E は発音しないっていう。 Approve、 Remove、 Dispose、 Propose、 いやだからなんだって言われると困るんですけどね。まあなんとなく似てるなって思うと覚えやすいかなと思って言っています。 Approve、 Approval、 Remove、 Removal、 Dispose、 Disposal、 Propose、 Proposal。残り3単語です。まずは Arrival、 到着、 Arrival、 Upon Arrival、 到着次第っていう表現はなんかよく見ますね。 Upon が何々次第、何々したらすぐに、なので Upon Arrival、 到着次第です。動詞は Arrive、 到着するですね。次、 Referral、 紹介、 Referral、 これちょっと難しめの単語ですよね。動詞は Refer、 紹介するです。 Refer a Friend、 友達を紹介する。例えばフィットネスクラブ、ジムとかで友達を紹介したら割引券がもらえますよみたいな、そういう意味の紹介するですね。Refer には誰かを差し向ける、紹介するっていう意味があるんです。で、その名詞が Referral、 紹介です。最後、 Renewal、 更新、 Renewal、 この動詞は Renew、 更新するです。 Renew a Contract、 Contract、 契約を更新する。 Renew a Membership、 Membership、 会員資格を更新するみたいに使います。で、その名詞形が Renewal、 更新ですね。はい、それでは今回の復習です。今回は語尾が OW の名詞を7つ見ていきました。 Approval、 承認、 Removal、 除去、 Disposal、 処分、 Proposal、 提案、 Arrival、 到着、 Referral、 紹介、 Renewal、 更新。普通語尾が OW の単語は形容詞ですが、今見た単語は名詞です。品詞問題で出ることがあるので、語尾の OW だけでこれを形容詞だって勘違いしないようにぜひ覚えておきましょう。ということで今回の動画は以上です。引き続き英語の学習を頑張っていきましょう。ご視聴ありがとうございました。